はい、それではね、今回は2013年第1回第2問、統一番のね、回答解説をしていきます。早速ね、問題文読んでいくと、有性生殖に関する文のか、あからかについて、正しい文の組み合わせを下の位置からこの位置から一つ選べ、回答番号は6ってことですね。はい、下から、下のやつ順番に読んでいきましょう。あ、多くの場合、有性生殖で生じるこの遺伝、生じるこの遺伝子の構成は親と同一である。なわけないですね。ね、有性生殖はね、わざわざ原子分裂して、配偶子作るためにね、原子分裂して、親の遺伝子と半分、親の染色体をね、半分に分けて、で、まあ、パートナーとね、それひっつけて、ね、それぞれ半分にしたやつをひっつけて、新しい個体を作るわけですからね、絶対同じなわけないですね。これ、同じになるのは有性生殖ではなく、無性生殖ですね。無性生殖の方はクローンを作るよってことをしっかり頭の中に入れておきましょう。はい、次、くじゃない、い。多くの場合、有性生殖で生じる、この遺伝子構成は親と異なる。これは合ってますね。いい正解。はい、はい、次。有性生殖を行うために作られる細胞を配偶子という。これも合ってますね。で、次。有性生殖を行う細胞を作るための細胞分裂の仕方を出芽という。違いますね。これは原数分裂ですね。A はこれおかしいね。原数分裂。これ、青はバツで、これ無性生殖なら丸ですね。で、あ、い、う、え、お、次、お。有性生殖では細胞が2つに合体、細胞2つが合体し、新しい個体ができる。これ合ってますね。配偶子同士が合体してね、新しい個体ができる。合ってます。で、次、か。有性生殖では体細胞から新しい個体ができる。これおかしいですね。かはバツ。これまた無性生殖ですね。ということで、イ・ウ・オーっていうね、回答の選択肢 の組み合わせになっている3番が答えですね。まあ、全然難しくない、ね。大したことないですね。はい。それではね、これで2013年第1回第2問問1番のね、回答解説を終わりにして、次回はね、2013年第1回第2問問2番のね、回答解説をしていくので、次の動画へどうぞ。